はこんばんちはです。パパスです。今日は今バラバラにしていってる MH23S ワゴン R スティングレーさんのここ職場を社長に取っていってもらいたいと思います。お願いします。で、まあ、まずな、とりあえず、はい、上上げて、はい、はい、上げてきました。このマフラーがもう外したんで、はい、ここ14で14、はい、日本で、はい、であとはつけたまま、はい、まあマフラーが下げるとか、はい、しててもらって、であと、はい、ここ取り付け部と、あ、見えるかな、これ、うん、この裏、はい、うん、もしくはこの横、この横です、これですね、取り付け部がある、はい、あります、うん、まあどっち言うたらどっちやろな、こっちの方がそら、うん、いや、で、うん、外した時にあれやから、まあこっちは緩めて、はい、こっちは外しとった方がいいな、はい、だからまあこの辺でやっぱり潤滑、はい、タップやっててもらって、はい、とりあえずこっち緩めとこうか、こっち緩めます、うん、これ14や、14、マフラーも14ね、はい、うん、でこいつがあの外れへん場合は、はい、舐めたりしたらもうここからするしかないよな、そうですね、うん、怖いね、外もね、よいしょ、これは外さらへんのかな、まあ、外そうと思ったら、はい、このラジエーターのホースの、ホース、はい、ここからいかなきゃよな、この隙間ね、これ、うん、これお、まあ、こういう感じね、ほうほうほう、こんな感じで入れてください、うん、はい、ここから入れてもらってここに行く、14かな、12、はい、うん、硬いんですね、まあ、これそうやな、あ、よかった、あのバンパー外したらこっから見えるわ、ここバンパー外したらこっから、あー、見えてるかな、あ、こうですかね、うん、はい、うん、こいつは緩めにする、ね、はい、まあ、とりあえず緩むやったら両方、まあ、緩めといてもらったら、はい、ラジエーターコンデンサーまで外す必要はないと思うけど、はい、ラチェットは入るのか、うん、あ、いける、今、うん、上から見た感じは、うん、ここね、12の首振りやったら、はい、入るけど、このラジエーターホースのメガネ入れたとこ、同じとこからですね、首がしっかりしとけんかったら、はい、外しにくかったらホースは外した方がいいかも、うん、はい、これ、ここからこの、初めにやっぱ横を緩めといたら、はい、外れやすいね、おー、ちょっと待って、見えてる、うん、こいつが、あー、はい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 、あー、あー、まあ、はめんのも、まあ、ちょっとしんどいけど、はい、いけそうな感じ、はい、はい、車体下ろしてきました、バンパーは外さなあかんねんけど、はい、このアーツェン、うん、まあ、こっちから外しとくか、はい、ちょっとまたつけなあかんっていうような前提として、このアーツェンですね、うん、アーツェン、はい、外しといて、はい、この反対側、うん、これカバー外せんかったら、はい、で、まあ、外しとく前に、はい、オートセンサー外しとくか、まあ、このカバーは4本やから、はい、後から外してもらってね、トーミリ、トーミリ、はい、トーミリ4本です、でまずオートセンサーの、はい、うん、ここつまんでもらったら、うん、あ、ね、あ、あ、はい、うん、で、次、まあ、これ外して、はい、ここはあれやな、なんか差し込み部があんねんな、え、この裏やな、うん、あった、うん、抜いてもらった、はい、でマフラーの時もやったんやけど、うん、こいつね、オートセンサー専用の、はい、まあ、これにストレートで持ってるわ、まあ、ここはちょっと慎重にね、はい、うん、であまりにも、はい、あれだ、ちょっとこう
締めたり緩めたりしながら、はい、で配線を一緒に回して超えてる、うん、はい、で次どこがちゃんとネジ山壊れてないか、はい、確認しながらね、はい、あんまり違和感あるやったらもう外さん方がいいし、そのまま一緒に外して、はい、交換の場合はもう外さないんだけどね、うんうん、大丈夫、はい、うん、あの触媒側も大丈夫、うん、でここで初めてまあ、はい、アース線とか、うん、でこいつが折れたら怖い、ほとんどあの修復不可能やから、うん、はい、もうカバーと一緒に点付け、うん、溶接な、大概折れるな、そうな、うん、ああいけた、あいけた、よかったここもなんか締めたり緩めたり、はい、交互に、うん、ちょっとずつですけどね、うん、うん、昔なんかもうギュッと回したらポロッと折れるからね、キャー、そのカバーがじゃなくてどっちが弱いの、いろ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 やな、あカバー、カバー同士やったらカバーの付け根が悪いし、はい、この触媒のな、うん、すごい、でもサビサビ、これ4本あるから、はいはい、ちょっと上から失礼します、うん、なんか長いやつで無理くりいったらかも、はい、見えてるかな、ここです、うん、全部いけたな、やった大概、はい、みんな溶接してるへえ、まあついとったらええからな、うん、だからこうカバーつけて、うん、最後に溶接してね、外れへんね、うん、こういうもうボルトが勝ち込んでるやんかな、うん、こういう場合はもうあの、うん、ネジ変えなきゃ、そうですね、うん、次やったら折れるかもか、はい、山はでも生きてる、うん、でほぼ取れた、うん、はい、触媒が見えます、うん、こんな感じで、このスタートボルトの出てる、はい、うん、この部分は CRC 効くけど、はい、この奥には効けないんか、うん、根っこっていうかな、で、まあここも、うん、宣伝とかしたらあの、まあ浸透せえへんって、うん、まあ、これ気持ちの問題な、うん、気持ちね、気持ち、この奥にもあります、ここを塗ったら、はい、緩まりそうな気がするそれだけね、それ以外はないで、まあでもネジ緩んできたら自然と浸透してくるんじゃないの、やっぱり緩んだらな、うん、緩むまでの話だから、で、うん、あとはまあさっき言ってした奥のとこです、うん、一気にバチンいかんと慎重にな、はい、ちょっとずつ緩めて、はい、一旦こう何ていうかな、うん、折れてないかとか、うん、緩むかを確認ね、はい、4本まだ、まだ、嘘をついた、うん、ごめんなさい、ここが入れん、入るんかな、はぁ、あ、これか、これか、うん、はい、ここです、入るな、入った、うん、折れそうやったらもうやめたらいい、うん、はい、一本あります、うん、これは大丈夫、はい、やっぱ時間短縮のために、はい、言うたかな、10人10人、お全部10人です、なんか今こういうの慣れへんようにあの思っとってんけど下向いとったから、はい、一本ね、軽く止めといてあげると一本こういう感じ、はい、うん、いいと思います、慣れそうな気はしとってんけど、うん、で、上に上げた状態で外して、はい、うん、で、うん、これを抜いてもうたら、はい、うん、あー、全然いけるよ、うん、バンパー外したら大丈夫、はい、問題なし、取れた、電気、
どうでしょう、編み編み。まあ、しょうがない中身は OK ね。こんな感じです。はい、OK、うん。つけるのもまあその逆やから。はい。で、ここ入れとったら。先の、うん。これだから、はい、うん、ナット緩めて、はい、こいつ外してした方がええわ、はい、取りやすい。で、そこのネジも、うん、これさらに変えた方がいい、ね、うん、はい。あとはまあ、ガスケット、うん、ガスケットも交換するした方がいいな、ね、はい。シーラーとかやったら多分あかんから、マフラーパテ類のパッキンの部分、うん、はい、綺麗それぐらいな、はい、取れた。わりかしでも、うん、結構スッと取れますね、うんうん、だからマフラーはあの、はい、ちょっと垂らしとかなあかんからね、うん、そうですね、うん、触媒だけ変える人はもうマフラー前フランジ2本で変える人多いのかな白で私全然知らんまだが触媒を売るために外す人用やね、まあ、今日はこんな感じで社長に触媒を取っていってもらいました。よかったら皆さんも作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。